ちごなんてするんじゃなかったよ。お父さん怒ってるかな。あ、ごめんなさい。近道しちゃおう。夏美、なんか元気ないよ。それが大切なもの落としちゃったみたいで。学生証とか警察には届けたの？それが教えて。え、どこにいるのその人たち。ったく油断も隙もねえなあいつら。あの、ここにいればその人たちに会えますか？当店特製ピッツァ、おごりだ。よかったらつまんでくれ。ありがとうございます。美味しそう。いただきます。ああ、あの、ん？雑貨屋さんってどんな人たちなんですか？まあ変なコンビだよ、やつら。お二人でやってるんですか？ああ、世話の焼ける二人組だ。つけは貯めるわ、ビラは貼るわ。あんまり儲かってなさそうですね。そうだな、確かにあいつらお金の神様には気に入られてなさそうだ。ジース！お、ピザ！さあ、来てもらった！分かってる！まあ、なんじゃ、そのサラミ俺の！うっせ、早い者勝ちだ。お前は水でも飲んだろ。そんなあんまりだよ。落ち着け、リン。やめろ、この電気うなぎ野郎。いざ一枚でどう勘弁しろ。おいおい、依頼人の前だぞ。もう少しお行儀よくしたらどうだ。え、依頼人？よろしく。お二人が奪還屋さんですね。そうです。取られたら取り返せ。依頼成功率ほぼ 100% の奪還屋ゲットバッカーズ。俺が御堂伴、こいつが天野銀次。よろしく。私、水木夏美と言います。夏美ちゃんか、かわいい名前だね。私、お二人ならどんなものでも取り返してくれるって聞いてきたんです。そうだよ、俺たちに取り返せねえものはないぜ。だったら私の猫ちゃんを取り返してください。猫ちゃん？猫のマスコット人形？はい、あの時落としたとしか思えなくって。きっとあのおまわりさんが持って行ったんです。それにしてもなんで警察とヤクザ屋さんが一緒に。大方金で捜査情報でも流してんのさ。よくある話だよ。人形なんかもう捨てられちまったんじゃねえの？バンちゃん、そんな言い方しなくても。とにかくそんな依頼はお断りだ。だいたい俺たちは高いぜ。それこそ新しい人形が何十個も買えるほどにな。お金なら
いくら高くても何とかします。もしあのおまわりさんが持ってたらと思うと怖くて落とし物係にも行けないんです。お願いします。なぜだ。他のじゃダメなんです。あれはこの世でたった一つの人形、お母さんが作ってくれたたった一つの。私が高校入学した春に母は亡くなったんです。だから最後の大事な思い出の品だから。夏美ちゃん大丈夫、任せて。俺たちがきっと見つけ出して。金がないとな。バンちゃん前金だ。金を用意してから出直してきな。前金代わりのものならお前らすでにもらってるぜ。さっきのピザだよ。あれはあの子に出したものだ。しっかり食ったよな。半日待ってたんだぜ。お前らにとっちゃこんな仕事、朝飯前だろう。まあな。この町で俺たちにわからねえことなんか何もねえ。どんな依頼でも必ず取り返すのが奪還屋なんだったよな。ん？あった、あったよ。しゃあねえな。さすがバンちゃん。じゃあ。奪還屋ケットバッカーズ、この依頼確かに引き受けたぜ。ありがとうございます。ばあさんも。あ、よろしくお願いします。あ、警官が絡んでるとなるとチートばっかし厄介だな。なーに、よろずやワンの情報網があればお茶の子だろ。上ちょっと借りるぜ。経過報告はメールで入れるね。じゃあ気をつけて。はい。したんですか、銀次さん。そんなしけた面してちゃ下の奴らに示しがつかないぜ。お前はこのボルツのリーダーなんだからな。心配なんかいらないよ。僕たちがついてる。そして銀次さんはこの無限城の皇帝、無敵の存在なんだからね。え、僕たちはいつでもあなたと一緒ですよ。ちゃん、また思い出してたのか。ごめん、つい。無理に忘れることもね。そいつも大事な思い出だ。手に入ったぜ、ネタ。行くか。うん。
マスコットはやっぱり警官が持ってったみたいだな。監視カメラの映像に間抜け顔がはっきり映ってた。どうするの、バンちゃん。そりゃもちろん警察署に行ってもらってくるしかねえだろ。こういうことだったんだね。あったまいい。つべこべ言ってねえでちょっとあいつを探せよ。いたよ。乗り込むしかねえ。行け銀次。オッケーって、あれ窓の鍵って普通は外から開かないよね。次の手だ。毎度ご注文のピザお届けに参りました。あれいなくなって、超強力下剤入りのピザを奴が食べたらここへ駆け込んでくる。そこを捕まえてジャガンで人形のありかを吐かせる。完璧だ。だね。でも隠れる意味あるの？ないな。来た。よし。食い意地が張ってんのはおまわりも同じってことか。読みが甘かったな。ごめんね、夏美ちゃん。でも明日こそ取り返してあげるから。ありがとう。でもこれ以上二人に迷惑をかけるのは、だからもう私諦めます。俺たちはプロだ。引き受けた以上は必ず成功させる。依頼人はただ信じて待ってりゃいい。バンちゃんの言う通り、俺たちのことを信じてよ。じゃあ。信じて待ってます。ち、同じ手は使えねえ。柄じゃねえが、張り込んで奴が現れるのを待つ。根気が勝負だね。バンちゃん。なんだあれ。え、ああ。違反切符にレッカー代、そんな金ねえぞ。無理ないかも。だって警察署の前だもん。あら、かわいい。彼女にでももらったんですか？いや、そんなんじゃ。落とし物だよ。これから遺失物預かりに持っていくところで。ああ、なら預かりますよ。そうか、頼む。なんだ、落とし主は青少女学院の生徒ですね。え、あそこの制服のカフスボタンが鈴代わりになってますから。有名デザイナーものだから都内じゃ女の子の憧れなんですよ。金ないっつって。はい、結構です。反則金は1週間以内に郵便局か銀行で支払ってくださいね。へいへい。バンちゃん。あ、何やってんだ。あったんだって。何が。だから猫ちゃん。何、本当か。ほら、間違いねえ。昨日の苦労は何だったんだ。いいじゃない、見つかったんだから。よかったですね。さよなら、また明日。さよなら。夏美ちゃん喜ぶだろうな。おかけになった電話番号は。あれ、タイミング悪いな。じゃあメール入れとこっと。猫ちゃん見つかりましたと。なんだこの写真は。あの時の写真はもう消したか。クソ、猫ばっかりだ。分かってるんだ、お前が誰かに頼まれて俺を監視していたことはな。しゃばくれるな。誰だ。見張ってるのは誰なんだ。思った通り仲間が嫌がった。お、夏美ちゃんから返事だ。何、受け渡しは海岸埠頭第三倉庫。なんだろう、随分殺風景なところみたいな気が。どうやらヘマやっちまったよ。これからこのガキを使って俺を探ってた奴らがここに来る。頼む、
まとめて始末したい。手を貸してくれ。何者だお前ら。取られたものは取り返す。奪還やゲットバッカーズ。依頼人を返してもらいに来たぜ。夏美ちゃん無事かい？ゲットバッカーズ、そんな組織聞いたこともない。手任せは通用しない。誰に頼まれて俺を探ってたんだ。勘違いすんなよ。俺たちはヤーさんに情報を売ってる姑息なおまわりさんには興味はねえ。その子を返してもらって依頼の品を渡したいだけなんだ。そうはいかん。本当のことを吐いてもらうまではな。わからない人たち。なんだ、スタンガンでも仕込んでるのか。電気ウナギって言うだろう。こいつもな、自分の体内で電気を発生させられるんだよ。だからこんなことも。ちなみに俺の握力は200キロ。砕けちまいな。大丈夫？ああ。夏美ちゃん！動くな！一歩でも動けば撃つ！見るな！俺を見るな！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 見上がるから。待て、俺は警官だ。本当だ、信じてくれ。嘘だ、撃たないでくれ。待て、やめろ、やめて。ジャスト1分だ。夢は見れたかよ。ジャガンって知ってるか。俺は1分間人に幻を見せることができる。俺と目が合った時からお前は夢を見てたんだよ。リアルだったろ、本物みたいにな。猫一匹に踊らされたな。ありがとう。お母さん。思い出は取り返せたようだな。使ったんだね、ジャガン。夢の最初だけさ。危ない目に遭わせたからな。ささやかなアフターサービスってやつだ。これで依頼は無事完了と。毎度あり。おやすみ。夏美ちゃん。へーす。いらっしゃいませ。あれ、夏美ちゃん、どうしたのその格好。私ここでアルバイトすることになったんです。え、そうなんだ。これからもよろしくお願いします。うん、よろしく。まあしけた店にはもったいねえがな。減らず口聞いてとおまんまにありつけねえぞ。そんなマスター。大丈夫、これからは
私がお二人にお腹を空かせたりさせませんから。嘘だ、あすみちゃん。でもその前に今まで貯まったツケの分はしっかりここで働いてもらいますね、マスター。そういうこと、もらいよ。毎度なし。もうすっかり馴染んでるよ、夏美ちゃん。にゃん。